ナナミユーマの神プログラム。マスターポンポンポン、あやねまこです。マスターポンポンポン、水野ナナミです。はい、マスターポンポンポン、青木ユーマです。神プログラム第15回がスタートいたしました。すいませんね、収録前にちょっとお時間いただいてしまいました。もう何してたの？残尿がすごくてなんか全然そんなことなかったんだけど、今年の頭ぐらいに腰、ぎっくり腰結構強めのやつをやったんだけど、それ以来なんか多分筋肉が衰えてて、あ、結局筋肉なのか。しっかりトイレ行って、よし終わったっつって立ち上がったのに、ジョバ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 ってなるよ。それは袋に、それとも袋違う、袋にはその機能はないです。違う袋、どんな袋、こう、膀胱的な袋。あ、そう、膀胱。要は膀胱からは出せてるんだけど、その要は尿管、管の部分に残ったのをグッて絞り出すための筋肉が衰えてるらしくて、管に残ったやつが全部は、あ、俺これによって座っておしっこしてることがバレてしまいました。いいよ、掃除大変だろ。で、終わったと思って立ち上がると、立ち上がったところからジョリ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 ョって出てくる。わかる、わかんない、やっぱ前からさ、こう、それ若い時、手やめて手やめて、危ない。あと、でっかあやねさんの想定でっか、なんか、だってさ、でかいでかいうわ、でっかこんくらい、うわ、なんかあー、痛いバーカ。いや、だからその尿管の方に残っちゃって、絞り出す筋肉が衰えてるから。絞り出すんですか、いつも？普通はだから絞り出す意識がなくても、グッてやったら出てたのよ、若い頃は。それができなくなってきたから、ネットで、あの、ちょっとこれだとそのジョボジョボジョボってなっちゃって、パンツとか汚れて大変だからっての調べたら、陰嚢の裏側を自分で押すことによって、その管に残った尿を出し切るっていう技術が書いてあって、これを通称ミルキングって。あ、やるなやるなやるな、実際それでやる、ムニムニすんなよ。もういにゃん、もういにゃんだよ、それはね。あ、かわいい、今日なんかリボンなんかもつけてんね。やっぱりラジオにチャリンチャリン乗ってるけどね。ここ陰嚢って袋ですよね。手やめて。ラジオ。頼むから。それのことをただミルキングっていう名前がついてんのよ。ミルキング。多分だから搾乳、ミルクから来てる言葉。誰が決めた？知らねえよ。最低じゃないでも。だからなんかお母さんとかもこうやってやると、あの、ちゃんと赤ちゃんに残乳が出るんじゃない？残乳、残尿みたいに言うな、残乳って。やだ。やだ。だって結局出てるものミルクじゃないわけじゃんか、だって。そうそう。俺は尿の話をしてる。でしょ？そうだね。そう。でもミルキングって言うっていうのがもう、あの、なんか平気っぽくないですか？なんかその病院とかで、その要は医学のサイトに書いてあったから。でミルキングしてあげて。人にはやらせねえよ、別に自分でできっからあれか、薄い本とかでよく書いてるところを押すってことですよね。何？薄い本、テクロスさんはあー、そのーズームで繋いでくれてるテクロスさんは分かる。テクチャー分かるかもしれないけど、この薄い本とかでたまにそこを押したりするんだ。前立腺？違うんじゃない？全然その頃あんの？それでは今回も始めていきましょう。神プログラムスタートです。この番組は DMM ゲームズテクロスの提供でお送りします。まこ、ななみ、ゆうまの神プログラム。改めまして、あやねまこです。水野ななみです。青木ゆまです。まずはこちらのコーナーをお届けします。神コードチェックやっていきましょう。いただきます。こちらは神姫プロジェクト公式ディスコードサーバーディアボロスの屋敷で、マスターたちがどんな話題で盛り上がっているのかをチェックするコーナーでございます。はい、今回はですね、いよいよやってまいりました、あやねさんから提案してもらったお題、あやねまこからのお題の書き込みをチェックしていきます。はい、そもそも何を募集してたんでしたっけ、あやねさんからのお題は。うちを褒めろっていうことだけ覚えてる。あんまディスコードそんなことに使わないでください。神姫の公式なんで。あやねまこ公式ディスコード立ち上げたら、うん、別でやってください。いやいや、扱えない扱えないよ。ギリギリだよ、いつも。あの、おとくらゆいちゃんが立ち上げてるから、そうなの？おとくらゆいディスコード入ってますよ。すごい。入ったら、入
名で友達の公式ディスコード何すんのディスコードで。え、なんか自分の出演作とかめっちゃ綺麗にまとめたり、すごいあの子豆だよ、また呼んであげてだからそのね、 X とかだと全方位に言って、うん、しかもその情報流れちゃうじゃん。そうそう流れちゃうけど、ね、本当に大事な自分の情報見たい人だけが入ってくれるみたいな、うん、あと今こういうあのキャラクターの月間の投票やってるんで、もしよければみたいな、うん、すごいね、うんうんうん、まあいい使い方だね、賢い、うんうん、できないね誰か言ってくれるんだったらね、まあ、そんな何も分かってないあやねさんからのお題何言ったのよ。ベレヌスのここが好き、うんうんうん、今後ベレヌスのこんなシナリオが見たい、私を褒めろって言ってないじゃん言ってないの言ってないな、私のいいところ、あ、PS で書いてあるわ、本当だ、いいところのコメントお待ちしております。いいところコメントお待ちしています。はい、どんな感じになってるんでしょうか。はい、あおちさんはやねまこのいいとこって何だと思いますか。あ、いいね、そうだな、すぐ出てくるちょっと時間もらっていい。わかりました、じゃあまず1個目読ませていただきます。そんなに頭の回転早いのに、そんな悩むことあります。未来英語初心者さんからいただきました。ベリネスの好きなところはやっぱり中二病なところなんですが、全開にすると面白くなっちゃってシリアスにはあまりならないでしょうね。ちなみにキャラ的にはどの属性もアビリティアタッカー気味です。あ、そうだね、特に火のサンタベリネスは破格の強さを誇ります。そしてこのいるいないでギルド戦技競技会やユニオン頂上決戦は大きな差がつきます。タワーイベでも便利、欲しいな、はいはいはい。で、欠点は青木さんが言ってましたが、アビリティの説明文が中二病用語で何が起きるか見ただけではわからないとこです。ということで、はい、あやねさんのいいところ書いてくれてるよ、書いてくれてるよ、ありがとう。いや、素直に優しい。狙ってるのかどうかは分かりませんが、全力でボケていったり、全力でボケツ掘りに行ったり、ケツ掘るの、あ、ケツ掘るのケツ掘るの、危ない、逃げて、なんでだよ、ボケツ掘りに行ったりすることです。確かに可能性があるのは俺だけか、バカ、やだツッコミのおじさんとても大変だと思うのですが、いいコンビだと思いますので、そんなツッコミのおじさん的に何かいいところ思い当たりましたか。あ、ちょっともしかしたら弱くなった、分かりました。受けてやれよこいつが言ったことを。はい、強いんだって。うん、火のベレヌス強いって前も誰か言ってたよね。そう、言ってた、うん、そう、しかも戦技競技会とかはその短いターン数の中でどんだけ火力出せるかの勝負になってくるから、アビリティが強いやつは結構重要になってきたりとか、ね、今もいろんなイベントやってますけど、どこ見てキョロキョロすんだよ本人的には自覚あんの、この全力でボケていったり全力でボケたり。昔からそんなんだった、うちずっとこうじゃない？マジで？でも分かってない、分かってない、全然覚えてない。うん、で昔あの新人時はやっぱり、うん、まあそうだ、新人からこれだったら、なんでそんなそんな対局の位置にある人間を演じてるいつからそうなっちゃったの？わかんない、すぐじゃない？なんかでも昔初め昔ブログやってた。おお、うん。そう、なんかやらなきゃいけなかった。うんうん、やって理由の部分はいい。やって、うん、でもやっぱ。すっごいもうブリブリしてた、なんかその皆さんのおかげです。え、今もそのブリブリブログ残ってる。消した消した、すぐ消したあーマジか、すぐ消したブリブリブログの言葉よ。女宅残ってないかな、あやねまこのお腹パンパカリンブログいい新人声優だね、またやってた、お腹パンパカリンブログだ。うまい、その新人声優か。何書いてたんすか。なんかイベントをやったから、うん、それに来てくれてありがとうって、今後も一生懸命頑張っていきますって言ってたねなんかみんなの幸せ祈ってたねえ、祈ってもいねえのに。今はもう自分の幸せだけだって他人の不幸、他人の不幸でもいいからって。新人時代って面白いな。そうそう、でもすぐ辞めました、喋れない。そんなんじゃないんだから自分は。そんなんじゃねえなって言ってもう全然なくなかった。よかった、本来の自分に近くなってよかった。でもあのままだともっと売れてたかもね、こうやってそんなことはないよ、メンズはそういうの好きでしょ。すぐバレるよ本当は。オタクだってバカじゃねえんだからすぐバレるよそうかそうか、読んでいこう読んでいこう。あ、うちさんなんか思いついた。あ、ごめん、全然思いついた。じゃあ続いてすごいね、あのいっぱいいただいてるんでサクサクいきましょう。そうそうそう、時間かかっちゃう。グッドオーバーさんからいただきました、うん、僕にとってのベリヌスの魅力は1、目標や夢に向かって下向きに頑張る努力家なところ。あ、すごい、あ、いや、ね、うちのことじゃん、ねね、ちょちょ、ベレヌス褒めてんだよ、ベレヌス。はい、そして2、意地っ張りで純粋なあまり両親の読める呵責ってカッコ書きに書いてくれてなありがとう呵責に思い悩むこともありますが、最後は自分の全てをさらけ出して自分自身とみんなが幸せになれる道を選択できる強さと優しさを持っているところです。これって私じゃないじゃない
で PS 本物のベレヌスも番組版のベレヌスもあやねまこさんもとっても可愛い。あ、ほんとばっかりある。ありがとうございます。全身あるのみの精神が生み出す突破力、うんうん、幼い子供のように真実を掴もうとする素直さ、いつまでも変わらずにいてほしい。めっちゃ笑ってんじゃん。幼い子供のように真実を掴む、何の真実をじゃ掴もうとして、何を見抜こうとしているのかはちょっとわからないけど、うん、真実をいつだって私は幼い気持ちで、ね、あやねさんってやっぱその純粋なところがあるから1回目じゃ絶対会話成立しないもんね。そう、なんか本当にあのラジオ見てんのよ毎回ちゃんと、うん、好きだからさ、うん、自分が喋ってんのが好きだから。違う違う、見たやつがやっぱここで喋ってる時ってうちやっぱ、うん、一回じゃ分かってないの。そう、必ず一回わけわかんない。なんで俺の言い方で伝わらなかったんだろうっていつも。そうで見る再放送だよね、気持ち的に再放送って言うと、あ、こうなんか前の AI とかもそうなの。あ、聞き直すとわかるの、 あれはこういうことだっていうのが、ね、なんで収録中は難しい。全然わかってない収録中、なんなんだろうね。本気なんだよ。そこいつだって本気。いつだって本気。いつだって本気。そうなの、ふざけてはないんだよ、はい。そんなあやねまこさん大好きな明智キリンくんからいただきました。ありがとう、うちのキリンだ。はい。普段ベレヌスは普段の中二病と年相応な可愛い女の子の面とのギャップが最高。中二病の時は可愛いなといった感じで見てるし、年相応な時はほんと可愛いといった感じで2種類の可愛さがあるのがずるい。クリスマスベレヌスの戦闘不能時の助けて主、これ来たね。ザラザラじゃん。大好きな主に泣きついている感じで好きです、うんうんうん、ということで、今後こんなシナリオが見たいということで、お、そういうのもあんだ。 お正月が見てみたいです。お正月ベレヌス、はい、羽子板で負けて顔に落書きされるもその落書きが中二病心に火をつけて騒動に発展みたいなシナリオ、どうでしょう。うわー、いいね。ね、これで寝室までうちも想像できちゃった今。あー、わかる。早い早い。もうちょっと夢のある話をさ、顔に書いてある紋章みたいなやつでちょっとテンション上がってみたいなところから、その筆を使ったじゃねえよ。早い早い早い、すぐに想像できちゃって。筆を使う正しいという字を書くな。はい、続いてお正月のショーね。お正月のショーですよ皆さん。あやねまこさんのいいところいきます。料理上手で女子力高いところ、いつも楽しそうにしていて明るいところ、リアクションが大きくて可愛いところ。ちょっと好きだったキリン君がそう書いてくれてんだな。ありがとう。はい、ちょっと真面目に書くなら、機械やゲームに弱くても紙プロをしっかり続けて強くなったところとか、実はすごい礼儀正しいところ。あ、そうなんだ。はい、いや、わかるでしょ。そう。これ礼儀、うん、礼儀正しいでしょ。ちゃんとおはようございますって言って入ってくるし、全員そう。まあまあ、うん、そう、うん、そう、うん、言わないやつもいるな、今のだと。いたな、過去に。ちゃんとお疲れ様でしたって言って帰るし、ご飯食べるときはいただきますって言うし。人間の常識を羅列してるよ、今。そう、礼儀も正しいんだ、うちは。はい、続いていきます。エレガントナノマシンさん、ありがとうございます。じゃあ、PS のあやねさんの好きなところ、うん、機械に弱いところや料理が上手な部分などが、ベレヌスのシナリオに逆輸入されたら面白いかもと。いいじゃん。なるほどね。いいじゃん。意外とその中二病的なことは好きだけど、うん、なんかこう文明の力には弱いみたいな。はいはいはい、はい。いけるじゃないか。ベレヌス料理得意はちょっとグッとくるかも。うん、あんなだけど実は家庭的みたいな。確かに今までシナリオで料理作りをしたことはない。多分ないと思う。あ、そうか、演じてるからわかるか。そう、私ベレヌスなんですわ。知らなかったかもしれないけど。確かに、あ、ちょっと気づいてなかったです。そうかそうかそうか、あ、ちょっといいかもね、そのギャップの作り方、ね、やってくれやってくれ。はい、運営さんの2とぞ。続いてエクレアさんから画像付きでいただきました。ハロウィンイベントのストーリーがかなり好きだったので、イフシナリオかっこモイラも絡むとか読んでみたいです。ベッドに入って寝ながら X 見てるときに飯テロタイムライン流してきたり、ラジオのディスコードチェック時にすんごい睨んでくるマコシスコ。今だ。確かにね、料理上手だから、あのツイッターじゃない、X、うん、QX じゃない、旧ツイッター現 X、うん、ね、わかるね。ご飯よってあげてるよ ね、うちの承認欲求ね。承認欲求。あんま承認欲求って言わなかったら家庭的な人で済むんだけど、うちの承認欲求。あれを評価されたいんだもんな、うん、そうです、ちゃんとご飯作って、うん、ご飯作って偉いな、美味しそうですねって言われたいの。なんか紙プロっぽい料理を作って、あのウップすればユーザーさん大喜びじゃない。キャラ弁、ベレ弁、いや、めんどくさいね。
そのシンプルめんどくさいね。新流眼オムライス激希少、はいはい、めんどくさいな。海苔で海苔でかそれケチャップとかで、うんうん、でもやらないね。やらないわ な, やらないな。ちゃんとうまそうな飯作りたいもん。ちょこちょこ まずくてもやらないね。すっげー来てん ねまだあるんですよ。ありがたいね。同じ人から何回かもいただいたな。あと読んでないの。あ、一途なお肉ちゃん。お肉お肉ちゃん。ベレヌスちゃんのここが好き。素顔さなくて守ってあげたくなる可愛さがあるところ、うん、あ、お前じゃない。アビリティの説明文が十二全開で面白い、うん、瀕死時に目を回していたり慌ててるところが可愛い、うん、演出がコミカルで可愛い、うん、どの属性もバレンタインボイスが可愛すぎるところということで。でもあれですね、この人にとってはアビリティの説明文が中二病全開で面白いって書いてるけど、うん、俺はこの事前に本番前にディスコードワーって呼んでてそこが批判されてるのも見ましたよ。そうですね、ありましたよね、なんかね。ありましたね。これを褒めてくれる方もいるんですよ、うん、次の、スケルトンライトさん、うん、好きなところは、一貫して、アビリティまで中二病全開でアビ説明まで貫いているところ。そうそうそう、どういう機能のあるアビリティなのか、うん、一読ではわからないんだ。初期は調べながらやってましたって書いているんですが、これに対して、うん、他の方から、うん、ベレヌスの今の問題点を解決するのが大事かなと。導入が問題定義だ、導入が説明みたいな。中二病的なスキル説明とか百害あって一利なしなので説明を切り替えるスイッチを作ってほしいです。あー、なるほどね。一利もないの。一利もなかった。使い勝手が悪くなっており、それを忌避してメンバーに組み込まないあんたたちがいる事実をはっきり認識していただきたいです。抗議じゃん。もうちょっと優しく言ってよ。いやでもこの意見もあるよって。で、実際、うん、あの文章楽しんでる人もいるよっていうのと分かんないよっていう両方がいるの、うん、テクロスさん聞いといてくださいね、一応ね。お願いだ。これで別に切り替えじゃなくてもカッコで、うんうん、運営コメントみたいで、うん、つまりこういうことって書いてあるんだけど、うん、随分変わるからね。ご検討ください。お願いします。一にもねえ。はい、続いて、シノインティラミさん。ベレヌスって基本情に熱いんですよね。困ってる仲間がいると放っておけないというか、首を突っ込みたがるというか。自分のことだと。そんなベレヌスに期待するシナリオは、はいはい、セクアナ姉さん率いる、旧姓グレン隊入りする話です。いいじゃん。ヤンキー文化と中二病文化のコラボレーション、はいはいはい、ベレヌスに特攻服着せたい。あれじゃん。そう、うん、あとあれ下妻物語みたいじゃない？ロリータ？ヤンキーとロリータ。はい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 、はい、うわ見たい、下妻物語みたいなシナリオ。なんか絡ましたらいいのに。ね、ヤンキーとロリータ中二病。超似合いそう。はい、他にも神プロクラブでよくベレヌスちゃんの恋になっているベレヌスちゃんをゲーム本編でも見てみたいですという方や。一緒だっつって全然違うんじゃない。一緒だっつってあれ状態になっちゃう。ゲームと一緒だ、ラジオの声は。本人はそのつもりでやってた。そうどうしようね。そのような方や他にも、最初に出てきた時はスキル説明文が意味不明でめちゃくちゃ混乱しましたが一にもない。今ではうちの水パーティーの主力を担ってくれています。やっぱ強いんですね、ベレヌス。その中二病の説明さえクリアできればとても便利な仲間ということで。はい、あやねさんの演技、中二病的な部分も素の部分もとっても可愛いです。ということで、たくさんたくさんいただきました。ありがとうございます。ついにこのさ、神プロクラブから投げかけたことに対して反応もらって、しかもいっぱい書いてくれてるじゃん。いや、ありがたい。結構やっぱり嬉しくて見に行ってた。あ、この番組関係なしに。そうニコニコつって。嬉しいね、この総合的なコミュニケーション。嬉しい、ね、もうまたやりましょう、はい、これね、みんな褒めてくれて、ありがとうございました。今回はですね、あやねまこからのお題という項目についてお話ししてきました。今後もですね、新しいお題が追加されていきますので、ぜひコメントください。はい、以上、神コードチェックでした。まこ、ななみ、ゆうまの神プロクラブ。ここからはこちらのコーナーをお届けします。今週の神メンガチャ。はい、お二人の運試しのコーナー、充電ガチャでございます。はい、水野さんからお願いします。はい、私はですね、もう今日すでに自分で神プロに1万4000課金してしまったんですけれど。なんで、だって毎週さってさ3000コイン分ずつガチャ引いてて何をそういうの。内訳としてはまずプレミアムパス3000でしょ、はい、あ、プレミアムパス、ね、うん、3000 でしょ。で、深層進化ガチャがね最近あったじゃないですか。はいはいはい、素材がいっぱい集まるっていう、うん、あれの、玉と
あの悲しみと花ハートなんか3つあるじゃないですか。そのキャラとか厳重神明じゃなくて、もう素材のために金払ってる。そうそうそう、その2000円のやつを4つと3000のやつ1つ。もう手がつけられねえよ俺には。すごいな。キャラとかじゃないんだもう、はい、ということで、もう神姫ちゃんはだいぶ育っているので、はい、ちょっとこれからは幻獣ちゃんを中心に狙っていきたいと思います。はいはい、今ね、幻獣化ってありますからね、はい、SSR 幻獣化これ絶対当たるんです。そうそうそう、1個は必ず SSR 幻獣が来ます。スキップじゃない、スキップじゃない。全然いい。よしかも武器出た、武器出た、これはタナトスだ、火のタナトス。やったやったやった、じゃん。火のタラが捨てました。火は持ってない。よかったよかった。そして幻獣は、幻獣は、幻獣誰、幻獣誰。あー、やった。あのさっき、その下の段の真ん中、下の段の真ん中、さっきちょうどこの子、あのハフニールちゃん、はいはいはい、さっきちょうど覚醒させて強くなったんで、また強くなれる。よかった、さらに。ついさっき言ってた、嬉しい嬉しいレベルがって言って、うん、すげえ。その唯一スキップを押すな。まあ神行動盛り上がったからコンパクトでいいけど ね、とにかくですね、 SSR 幻獣と武器ゲットおめでとうございます。バイバイ。ではでは続きまして、あやねさん準備お願いします。誰、さあ、あやねさんは何引いてくれるんですか。春夏秋冬お祭りガチャ。おもう画面のど真ん中にベレヌスがいる。お、でもこれ闇は持ってるから。そうか、ベレちゃん、はいはい。でもピックアップに他属性のベレヌスもいると。水、うんうん、水か。火はあるのかな。火はクリスマスベレヌスか。どうなんだろうね。水は少なくともいたのを確認しましたね、さっきね。ボディ、さあ、こちらは確定ではございませんので、出るか出ないかはあやねさんの運次第。しかも選べてないんでしょ。選べ、そうそう、あの要は押し姫ガチャとは違うね。そうそう、じゃあ出ないんじゃない、出るに決まってない。じゃあ出ないんじゃないのを強めに振っといた方がむしろ出ないでしょ。あーダメだったね。さっきの扉からビカビカと開きまして、青いビリビリでございますので期待が低いとなってはおりますが、最後に金だったので昇格の可能性もゼロではございませんという感じでございますね。クリーブ、クリーブスパイラル、レビー、レビー、サイクロプス、ひなわじゅう、ミセリー、ミセリーヌ、バイオネット、バイオネット、シーサーペント、やばい、はい、サクサクしてる、どうしよう、パーフェクトフィストだ、やった、まさか S レーダーなんて思えない強そうな名前、パーフェクトフィスト。実家だ実家だっつった今。ヒロさん今実家だっつった。実家だ。そうだな、なんか別に裕福な出じゃないもんな。実家のような安心。あ、返してほしい。話が勝手に進んだけど返してほしい。石でやったの。ビリビリがピンクだったのでちょっとだけ昇格の期待値もあるのかという感じでございます。返してほしい。それはもうみんなも思ってる、ユーザー全員が思ってることだから返してほしい。でもそれを乗り越えながらねやってるのがみんなソーシャルゲームだから、神姫に限らず全てです。全員の願い返してほしい。あで今日暑かったし。何？理由、因果関係だけ教えて。今日暑いから、うん、やっぱ体調的なものもさ、うん、熱がこもって、うん、キュウリがいいらしいよ。帰っておいで。意味わかんねえことを言い出したから帰っておいで。これもまあ全てね、おそらくあの夏のせいさなんてことを申し上げますけれどもね。ということでございましてですね、水野さんが見事に SSR2 つゲットでございます。おめでとうございます。いやそう、ね、引き続きベレヌスデレヌスゲーをありがとうございます。いやゲーじゃないゲーじゃない、はい、ということでございまして、以上今週の神姫ガチャでした。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ。さあ、ここからは番組に届いたふつおた紹介していきますよ。はい、水野さんが持ってるのかな。あ、はい、はい、というわけで、ペンネームクロノートさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、ポン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 、神プロクラブ第10回を拝聴いたしました、うん、その中でパンツハンマーのパンツの履かせ方に疑問が提示されていたので、あれだ、空音コラボのやつね。あのハンマーにパンツが履かせてあって、うん、そうそうそう、股の部分どうなってんだって、要は変態仮面的に上からかぶってるんだったら分かるんだけども、うん、下だからその持ち手のある方向に履かせてあるから、うん、穴開いてんじゃねえかみたいな疑問でした。そう、大事なところに。まず履かせているパンツの種類についてですが、何種類いわゆる寝室での機能性を重視した紳士向けパンツではないでしょうか。紳士向けパンツ、紳士向けパンツには股下がジッパーになっているものや股下の布地から切れ目がこんにちはしているものなど多種多様です。これはお前の考察。今回のケースだと紳士向けの紳士部分から持ち手を通して履かせているのではないかと考
考えられます。なるほどね。なるほどねじゃ納得すんなよ。だデザインめっちゃランジェリーって感じだけどね。う、うん、えまた冷静にハンマー全体を見渡してる、ね、何してんのお前。冷静じゃなかったんだね。もっと日常を大事にしな。そんなことで冷静になる時間を作らず。見渡してみると、持ち手は足、殴る部分は胴体、上の出っ張りは頭として見ることができ、じゃあ本当に紳士向けパンツなんだ。だってだえちゃっと紳士向け。大丈夫か。ガラガラじゃん。ちょっとその通りの通り方が意味わかんなさすぎて水野さんが体調崩しちゃった。紳士向けパンツだけを履いた。お胸丸出しハンマーというとてもエッチな武器であるということが今回判明しました。あーじゃねえわ。ギリギリ風には落ちてないよ全然。以上考察でした。いかがでしたか、うん、引き続き番組の方頼みしだるだるだ。それでは、はい、誰も調子よくねえじゃねえか滑舌が。あ本当だ。でもちょっとお顔みたいなお目目がね、今画面とかに出てたりもするのかしら、ね、だから下半身だけというか、うんうん、その腰骨周りだけかと思いきやこれを全身とするならばパンツ一丁の女性に見えるのではないか、しかもその少しエッチな機能がついてる下着なのではないかという考察が出てきました、うん、本当に売ってるんですか、あのえお股に穴が開いてる下着って。本当にあるの。男子は全員お股に穴が開いてる下着を履いているよ。そ、ね、あそっか。女はない。私はない。うんうん、ないってないって知らんよ。誰とも目が合わない。そのさ、そもそもが女性向けランジェリーコーナーにも入ったことねえからよ、うん、なんかコーナーのどこにそれが潜んでるかどうかも知らん。そっか、そんな見たことないよね。でもね、あでもジョークグッズショップとかの方か。うん、絶対あると思う。普通の下着屋にはないか。でもさ、ジョークじゃないじゃん。これはジョークです。あのジョークって言わないといけないの。言えばいいみたいな。あやねさん、ジョークグッズという言葉は別にその成功のことをそのなんかこう面白おかしく言ってんじゃなくて、ジョークグッズって言わないと触れる法律があんの。へー、なんかそうなの。これは性のアイテムですって言うと売れなくなっちゃう。そういうことなの。そうだからジョークだよって、うん、賢くなってしまう。賢くなってしまう。このままじゃ私賢くなってしまう。なれなれ。田舎から出てきた純朴な少女。なれなれ。知らなかった。そう、はい、だからジョークグッズって言うてるのよ、あれ。あ、うん、そういうことなの。そうあのだからそうかがあの偶然出会って恋愛しただけですって言ってるのと同じ。そういうことなの。そう、ジョークだから、ジョークだから。そう。うん、うわ、賢くなっちゃうな。そう、パチンコ屋の玉、あの金属がいろんな例出すな、いろんな例出すな、いろんな例出すな。急にまた喉に。あ、大丈夫か、大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。じゃあメール以上かな。ということで引き続きマスターたちからの普通とお待ちしておりますよ。ゲームのことはもちろん、それ以外のこんな話題でも OK です。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ。こちらのコーナーをお届けします。ピエ、男って狼なんですか。今気づいたみたいに始まった。青木さんの振りかと思ってたもん。絶対うちが間違えたと思った、次も私ね。私が演じるモイラちゃんは男性が苦手で、きちんと話すことができません。そうだったな、そういえば。そんなモイラちゃんにとって男性は未知の存在。このコーナーではマスターたちから男性の生態がわかる男子あるあるを募集して、モイラちゃんに男性がどんな生き物なのか教え込んでいきます。そうだ、そういうコーナーだったわ。教え込んでいきます。この番組におけるモイラがすっかりモイニャンになっちゃってたから。そうだそうだ、男性が苦手とかあったな。モイニャンかわいいの。そう、君とお揃いだ。マスターを丸飲みすることになってるからな、最近のモイニャンはな。かわいい。思い出そうモイラのことな、はい、男子のあるある聞いていこう。はい、今回学校での男子あるある。あ、学校ね、はいはいはい。あ、歌はね、男子ども。しこぶる所属。ガラスのラシャル。ラシャル。青木さん、あやねさん、水野さん、もいもいもい。もいもいもい。学校での男子あるあると聞いて、ある光景が脳裏に浮かんだので投稿しました。高校生の頃、夏になると教室で男子が制汗スプレーをよく使っていました。はいはいはい。消臭しつつ水野さん感度1000倍制汗スプレーじゃないから。シューイヤーじゃないから。制汗が違う。バカだれ。汗を制すると書いて制汗だよ。
消臭しつつ、タイマー人が使ってるやつじゃないよ3000倍だな。スプレーの冷たさで暑さをしのげるから流行っていたように見受けられました、うん、高校生男子夏場に制汗スプレー多用しがち、うん、これは学校での男子あるあるなのでしょうか、うん、女子も使うもん。女子は結構使ってる。なんだったら俺女子のイメージか。私もそうそうそう、エイトフォーだよね、うん、エイトフォーね使わんくなったな、エイトフォー。うちらの時代は ね何部だった、運動部。うち何部だった。おい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 、ウィキペディアとかに書いてない。一回後頭部叩いてやろうか大丈夫か。私はバレーボール部だったんですけど、普通に8-4シュッ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 してました。うちバチバチバイトしてたからな。中学は中学校の時合唱だったの。うちあんま制汗スプレー使わなさそうだな。そうだね。で高校の時はあのたまに演劇部に顔出してた。おお、そう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 。あとバイトバイト、うん、一瞬バイト。終わりです。制汗スプレー登場せず。体育の後とかに、うん、はいはいはい、女子がなんか結局だから男子はそのイメージなんだろうな、うん、84の CM とかがさ、うん、あの女子がやってるから、うん、で男子、あのね、男子はやってるやつもいるんだけど、うん、あのね、中高ぐらいで気づくんだよ、あの、うん、脇毛生え始めるじゃん、うんうん、でなんかこう男子でやってるやつで制汗スプレー使ってる子って、申し訳ないけど汗の匂いが消えてなくて、汗と制汗スプレーの匂いが混ざっちゃってむしろ臭くなってる子がいて、あれだから患部に直で届かないからなんだよ。うわ、脇毛に絡んで粉がとどまって、で制汗できてないのよ。で後におじさん38歳なんだけど、二十歳過ぎた頃にロールオンタイプが出るのよ。出ましたね。そう、あれによって完璧な制汗ができるようになって、うんうんうん、自分の脇とかも臭く感じなくなった。制汗って汗止まるの？制汗だけ汗が止まるってこと？そうだ、汗を制する。あれだから、匂いを消すことが目的じゃなくて、うんうん、汗自体を、薬剤を塗布することによって汗を止めてんの。アポクリン腺を止めてるの？なんでそんなことに詳しいの？蓋してるってこと？汗の、まあ、あれで？そうそうそう、だ止まるんで、あのもちろん匂いを消す効果もあるけど、止まるみたいなやつがあって、でそんな感じなんだ。男子は脇毛があることによってあれの機能があんまり機能してなかったから、俺は使ってなかった。なるほどね。逆に臭くなってるこのことを見たことがあったから。あれでそんな一気にフレッシュになる、うん、まあやっぱ匂いとそのシュッていう爽快感だったんじゃない。そうそうそう、まあそう、うん、一瞬だよね。だってくせえ子はずっとくせえよ多分。やめてあげて言わないの。くせえ子はずっとくせえよって言わないであげて努力してるから。田中自本とはこれはあんまり言わない方がいいかもしんない。今思い出した、言わない方がいいかな。高校生の時にじっとディレクター見ながら喋んなよ。使えるかなじゃないよ。なんか一回聞こうか。ちょっと高校生の時にちょっとあのこう結構ギャッギャしてる男子がちょっと浅臭かったから、うん、それなんかもうエイトフォー一周ぐらいにちょっとやめろやめろやめろなんかやめろやってやめろやってそれだけど、それ本当に汚物は消毒だーの感じになっちゃってるから、おめめっちゃ臭いわ今日って言ってやめろやってたことはあるけど、結局でもその子臭かったよ。原因の場所というものが明確にあって、そこにちゃんとなんというかその薬剤を塗布できるようにしないと意味がないという話、ね、だって脇だけが臭いわけじゃないもんね、きっとね。まあね、だから最近はいろんなそのロールタイプだったり、なんかちょっと石みたいなのを水濡らして塗るやつとか、あと足専用のクリームとかね。あー、なんかあるって聞くよ。あと私はスプレータイプでもなんかあのパウダー、うん、頭皮も使えるみたいな、うん、あの収録中って汗かいて結構ぐしゃぐしゃになるんで、はいはい、あの脇にも使えるし、頭もなんかバサバサになったのがこう生き返るように使ってなんとか生き延びておりますが。いや懐かしいな、その辺の、うん、84なんてしばらく見てないと、ね、いいあるあるありがとうございます、うん、いや3人ともお互いが臭かったら絶対言い合おうね、こっそり。そう、それね、信頼のおける人には絶対言ってる。あの傷つかないし傷つけないから、もし匂いがする日があったら絶対言おうって仲いい人には言ってる。俺も絶対言おう。ショックだし、うん、なんかあいつ臭いなってずっと思われてる方が嫌だからさ。ちょっと大丈夫ね今日。大丈夫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 、正直疑われる。あー、俺臭い。無臭です。よかった。はい、他にある？あるよ。誘い紙、ブルーアイズ、パステラニコちゃん。ニコちゃん。グッドオーバー。はい、ありがとう。モイラちゃん、皆さん、ポンポンポン。モイモイモイ。モイラちゃんだけに話してる。モイモイ。男子であれば、誰もが股間にウェポンを持っていますが、このウェポン、実は1日に何度も暴走します。ちょっとした刺激でも暴れるのですが、厄介なのは全然そんな気分じゃないのに暴れ出すことです。こんな状態が…チリンチリンチリンあれ、こ
こんな状態がクラスの男子にバレたらエッチなやつだとからかわれてしまう。女子に見られるのはすごく恥ずかしい。男子はこのような気持ちを抱えながら学校生活を送っているのです。過酷だね。もし見てしまった場合はそっとしておいてください。お願いします。ですが本当に発情して勃起することもあります。気をつけてください。話が違うよ。発情してないのにのそうなっちゃってることの弁明のメールだろ。でも発情して勃起することもありますって言うから意味変わっちゃうだろ。絵文字かわいい狼とやりな。あ、はい。授業中でも。でも私学生時代になんかそんな男子がその前かがみになってる姿一切見た記憶ない。私もうちもなんか同じことを今思って、うん、そんな感じって、うんうん、目立つようなことはあんま俺もなかったイメージ。あの前も話したじゃない。再び登場疲れマラ。プールの授業の後とかに体がしんどいと多分生存本能で子孫残そうとしてそうなるっていうのがあって、プラスこれはもう本当にもう真面目に生きてきた人には申し訳ないけど、授業中って寝るじゃん、うん、こうしてるじゃん、うんうんうん、こうしてるとなんか血流の関係でそうなることがある。血が止まるからうっ血するんだと思う、うん、ここをこうギュッてしたらパンパンになる、うんじゃんってことかな。まあみたいなこと、まあうっ血、確かに、ね、指に輪ゴム巻くとパンパンになるとか、そういうイメージで、なんか大変なものぶら下げてんだな。そうそうだから邪気眼だよね。邪気眼が俺の俺の暴走して沈まれ。みんな関係ないだろ。包帯巻いてやった方がいいんだよ、ね、ヒエみたいに。邪王を演説にしてやったらいい。いやだ。このコーナーってさ、台本上一応さ、モイナちゃんに教えてあげましょうみたいな着地あんだよね。そういえばね、なんかモイナちゃんだから、ね、男の人はこう元気になっちゃってるから、うん、見ても驚かないでね、うん、っていう話。でもモイラ不登校だからわかんない。あ、モイラモイラ退学したもん。モイラ学校あるあるとかじゃないタイプだったな。モイラそこに立つんだってその着地すんだよ。その着地すんだよ。そこに立っちゃう。ただまだまだね、学校あるあるは募集するから、はい、モイラにちょっとわかんないかもしんないけど、しばらく聞いてて、はい、結構いいのいっぱい見てるみたいだから引き続き募集だけしようね、うんうん、はい、以上。いえ、男って、性感剤を使ったり、授業中に立っちゃったりする狼なんですか。狼でした。お送りしてきました、マコナナミユーマの神プロクラブ、エンディングの時間となりました。神を整理しながら番組ではマスターたちからの投稿をお待ちしています。配信ページの概要欄にメールフォームがありますので、そちらからどしどしお送りください、うん、そして現在ユニオン対抗メール戦技協議会が開催中です。メールが紹介されると所属している架空のユニオンチームにポイントが入りますので、ぜひ採用しやすいメールをたくさん送ってください。よろしくお願いします。ただもうそのゴールを提示されてないから、みんなこうゴールが見えない中ひたすら走ってる形になってるけどね。でも年内か春ぐらいじゃないの。まあまあ1年でやるんだとしたら来春とかになるのかな。ねですよな。はいはい、ご期待ください。そしてこの番組の X のハッシュタグは神プロクラブです。ぜひこのハッシュタグをつけて番組の感想をポストしてください。そしてエンディングでは毎回メールを紹介したマスターの中から、まだユニオンに所属していないかつユニオンに所属したいというマスターをスカウトしていきます。はい、今回いるかな。ドゥルルルルルルルじゃん。パンツマスターじゃないや、パンツハンマーの方からパンツマスターでもあった確かに。でも合ってるよ。じゃあちょっとペンネームクロノートをパンツマスターに改名してください。そうだね、パンツに詳しい人として、パンツハンマーの考察をしてくれたクロノートさん、所属しておらず所属したい、属性ごとの戦力差が激しいので安定した活躍はできませんが、微力ながら貢献したいと思います。参考になるか分かりませんが、お試し会では個人3位でした。名前見た気がしたけど、お前か。やった。おい、取ったら大事じゃん。やった。 PS 青木さん、おい、じゃんけん頑張ってください。あ、おい、入りたがってんじゃねえか。来い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 。いやいや、そんなやつは絶対入れないよ。あ、ごめん。じゃあちょっとここから一個提案というか交渉なんだけど、はい、あの誘い神ブルーアイズパステルの子ちゃんに一人で30体とか倒すやつ入っちゃうと、もう面白くねえじゃんこのコーナー。全然面白いけど。誘い神ブルーアイズパステルの子ちゃんが他のチームに50体ぐらい差をつけて勝ち続けるコーナーは面白くないから、あれはちょっと今回不参加になります。じゃあ、はい、じゃあやだ。じゃあじゃんけんしようか。じゃあ勝ち声お願いします。あ、じゃあもう押し切られ
てんじゃん。食らいついてこいよ。なんで勝負でしょ。勝負だよ。勝負なんだから、うん、そんな面白い面白くないは関係ないんだよ。でもラジオですよ。ラジオも関係ないんだよ。ラジオ関係ないわ言い過ぎて。こっちで取り合わせてくれよせめてよ。じゃちょっとだけじゃんけんでは参加していい。はいよ。じゃじゃんけんに参加する権利だけあげるよ。 そこで負けたらなんかスッとするじゃない。そう確かにね。そうそうそう。でも勝っても継続ね。で、うん、あそこはあかんない。よしじゃあやってみてみる。よしじゃあ久しぶりにシコブルのコールお願いします。クロノートに捧げるシコブルじゃんけんじゃんけんじゃあ勝てようこそ。お前の望みを叶えたぜ。あ、これは戦況が随分変わるんじゃないか。だってあのお試し会のランカーだろ。え、だって前私80何体かなでしょ、うん、で30でいつもここは1点差とかで、そう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 、すごいどんぐりの性クラブなの。割とここで変わるかもしれない。よし、じゃあ今度こっちの性クラブになるのか。なのかもしれない。でもここ、ね、いやまだまだうちあのもうブライズパスルネコちゃんたちは強いからね。でしかもまだまだ前回以降のランカーで所属してない人もいっぱいいるので、ここから取り合いも頑張っていきましょう。おー盛り上がっていきそうですね。ということで広吉入れうち、はい、ということでございました。お別れの時間です。神プロクラブお相手はアイルマコと水野ななみと青木優子でした。バイバイ。バイバイ。この番組は DMM ゲームズテクロスの提供でお送りしました。神プログラムアフタートーク。はい、本編終了後のアフタートークではこちらのミニコーナーをお届けします。ちょっとだけうちわをうちわとして使ってない。暑いけど確かにスタジオはね。まああれです、1分くらい喋ってその中で水野さんが下ネタを入れるというコーナーでございます。ナナミちゃんが如実にテンションが下がってる。そう、あのねランカーを取られたことによってナナミちゃんは可愛い、あのしっかりめにすねるから、うん、でさ、あの極論俺もさ、ラジオが盛り上がればいいと思ってるだけだからさ、別にさしっかりめにすねるし、うん、うちはまだ参加できなかったことに納得はそんなに言ってない、うん、その全体的に誰のテンションも高くない状態でアフタートークになっちゃう。まあまあでも水野さんね、頑張りましょうこのコーナー、はい、ね、はい、トークテーマは何だい。うえ、ペンネーム M や、はい、未所属、はい、デスソース。デスソースについて喋るっていうこと、うん、辛いやつ、辛いやつでしょ、タバスコよりも辛くてハバネロとか、ああいうジョロキアとかドクロのシールついてるやつでしょ。辛いもん俺全然食えないからな。あ、重ないだってか声優で辛いもん食うべきじゃないでしょそもそも。なんかね声帯にやっぱ響くからとは言うけど、うん、めっちゃ食うわ。そうそう、だからアニラジでその罰ゲームで辛いもん食わせようとする作家ぶん殴ってやろうかなって言ってなんか職業のやつだ。聞いたことある聞いたことある。仕事のやつだぞお前っていつも、ね、なんか聞いたことあるな、うん、辛いもん食える二人は普通、まあ、人並みに蒙古タンメンは食べれるの。なんかランクあんじゃん。北極、北極食べれない辛いからそこで量が多いからだったらびっくりする。もうダメ、仲間で本気で食べれない多いから何の話してたんだよ。水野さんがテンション下がって全然下ネタ思いつかない。違うんです、聞いてください。私下ネタだけじゃないんです。昨日ちょっとね、あの大学時代の一緒に、何の話始まったの。一緒に音楽聞いてみようとりあえずみんな、うん、一緒に音楽サークルやってたね、うん、あの高貴な友達と、うん、なんか高貴なんだ。じゃあ逆に、うん、お上品しりとりをしようって言って、うん、2時間ぐらい続いたんですよ、うん、やりませんよ。じゃあオフランス
空気漏れてんぞ。ガス漏れてんぞ。吸ってない。スリザリンしか出てこなかった。んだし。空気でもねえし、んだし。ウィル・スミスのスミス。ウィル・スミスのかなスミス。空気ちょっとなるさ。やってあげたいのは山々なんだけど。そうでもあの やるにしたがってもう。鉄ソースどうだったんだよ。あの全然いいんだけど、全然いいんだけどさ、ハンドリングが暴力的すぎて今何してんの今。今何してんの。スミス、鉄ソース。あの知りたりでもね、スミス、鉄ソース、何この遊び。知らない、リズムに合わせて言うだけの遊び。スチュワーデス。何してんの。これ今このコーナー今どうなったの。お上品、お上品ですわ。ちょっとだから、はい、今頭がちょっとお上品回路になってて。なるほど ね, ほどね。いつもだったら下ネタ回路になってるからスパンって出てくるんですけど、おーおーおー、ちょっと今お上品をちょっとさまよっちゃって。オッケー。下ネタになかなかたどり着かない。確かに。でも、今回の本編もあんまり別に下ネタ食いつけなかった気がする。だからなんですか。そう、ずっと昨日のお上品で頭が埋まって、ちょっとその情報を踏まえて、はい、次回のアミプロクラブを全員お上品で行って、はい、あ、いいですわよ。私お嬢様学校の、うん、ごきげんよう。え、何年生にする。それぞれスール制度あるからね。どうしよう。先輩だよ。先輩なんで悟空の言い方なんだ。なんでお嬢様学校に野沢雅子いんだよ。ほら先輩。一行への先輩だ。先輩だ。え、うちは3年生でも先輩の方が面白いかな。どっちも通じゃもろもろ検討して来週に挑むとして、まあ、エムヤンありがとう。エムヤンがなんか二所属なんだよね。所属したい、したいので、最近始めました。あ、おー、ありがとう。冷やし中華みたいな言い方する。ありがとう。冷やし中華取り直おうぜ。はい、エムヤン、エムヤン欲しい。そう、あのメール戦技協議会の方では強いから。そう、エムヤン欲しい。欲しい。よし、じゃあじゃんけんな。エムヤンに捧げるしっこぶるじゃんけん、じゃんけんぽい。あ、いこだ。しっこぶるじゃんけん、じゃんけんぽい。水野さんのテンションが下がる事象ばかりが。ななみちゃんはね、じゃんけんが弱い。弱いね、確かに弱い。理解できませんわ。お嬢様。あ、出ましたわ。お嬢様の片鱗が出ましたわ。神様は私のことをお見捨てなさるのでしょう。ジーヤ、ジーヤ、ドリトス、ジーヤ、ドリトス持ってきて。せちがらいですわ。うちが語彙力がなさすぎて何も喋れないですわ。ということで、アフタートークもここまでです。相手は綾音まこと水野ななみです。青木ゆうま、あ、ですわ、ですわ、青木ゆうまでしたわ。ごきげんよう。ごきげんよう。